第八章、一節から四節イエスが山を降りられると、大勢の群衆が従った。すると、一人の雷病を患っている人がイエスに近寄り、ひれ伏して、主よ、見心ならば私を清くすることがおできになります、と言った。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれ、と言われると、たちまち雷病は清くなった。イエスはその人に言われた。 誰にも話さないように気をつけなさい。ただ、行って祭司に体を見せ、モーセが定めた備え物を捧げて、人々に証明しなさい。五節から十三節。さて、イエスがカファルナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私の下辺が中部で家に寝込んで、ひどく苦しんでいます、と言った。そこでイエスは、 私が行って癒してあげよう、と言われた。すると百人隊長は答えた。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私の下部は癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人にいと言えば来ます。 また、部下にこれをしろと言えば、その通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく。イスラエルの中でさえ、私はこれほどの信仰を見たことがない。言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが、三国の子らは、外の暗闇に追い出される。 そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。そして百人隊長に言われた。帰りなさい。あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時、下辺の病気は癒された。十四節から十七節。イエスはペトロの家に行き、その姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。イエスがその手に触れられると熱は去り、 シュートメは起き上がってイエスをもてなした。夕方になると、人々は悪霊に取り憑かれた者を大勢連れてきた。イエスは言葉で悪霊を追い出し、病人を皆癒された。それは、預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。彼は私たちの患いを追い、私たちの病を担った。18節から22節。 イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こう岸に行くように命じられた。その時、ある立法学者が近づいて、先生、あなたがおいでになるところなら、どこへでも従って参ります、と言った。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕するところもない。他に弟子の一人がイエスに、主よ、まず父を葬りに行かせてください。 と言った。イエスは言われた。私に従いなさい。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。二十三節から二十七節。イエスが船に乗り込まれると、弟子たちも従った。その時、湖に激しい嵐が起こり、船は波に飲まれそうになった。イエスは眠っておられた。弟子たちは近寄って起こし、主よ、助けてください。 溺れそうです、と言った。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。そして起き上がって風と湖とお叱りになると、すっかりなぎになった。人々は驚いて、一体この方はどういう方なのだろう。風や湖さえも従うではないか、と言った。二十八節から三十四節。 イエスが向こう岸のガダラ人の地方に着かれると、悪霊に取り憑かれた者が二人、墓場から出てイエスのところにやってきた。二人は非常に凶暴で、誰もそのあたりの道を通れないほどであった。突然彼らは叫んだ。神の子、構わないでくれ。まだその時ではないのにここに来て我々を苦しめるのか。遥か彼方で多くの豚の群れが餌を漁っていた。 そこで悪霊どもはイエスに、我々を追い出すのなら、あの豚の中にやってくれ、と願った。イエスが行けと言われると、悪霊どもは二人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは皆崖を下って湖になだれ込み、水の中で死んだ。豚飼いたちは逃げ出し、町に行って悪霊に取り憑かれた者のことなど一切を知らせた。すると町中の者がイエスに会おうとしてやってきた。 そしてイエスを見ると、その地方から出て行ってもらいたいと言った。